こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、ということで今回も、はい、プロ野球チップストーク、うん、張り切っていきたいと思います。第4弾。第4弾。おー、はい、来ましたよ。来ました。まだもうこれ、はい、行きましょう。行きましょう、お願いします。あ、これも大物臭いよ。お、お、匂い、匂いで引退間近の選手が出てくる。あらー、すごい。はい、でも伊藤さん、予想するのがやっぱこう仕事です。確かにね、これで外れたらちょっと今後の仕事にも影響するかもしれない。出た。はいはいはい、いいねいいねいいね。はい、いきますよ、うん、それには。おお、これさ、はい、もう喋ってるよね。はい、出して、聞いちゃいましょう。はい、今回、はい、横浜 DeNA ベイスターズ、はい、宮崎選手、まだまだ現役です。はい。バリバリの、わからない。ああ、バリバリかも。はい、もう一人は、はい、もう一人は、はい、ヤクルトスワローズ、はい、バレンティン選手ですね。はい、バリバリ、バリバリ、バリバリです。でも宮崎は喋、はい、ってるよ。もう喋ってんすよね。しました、特集組みました。じゃあ変えよう、今回は。あら、だってもうやってんだもん。まあまあそうですね、うん、ダブって出すでもしょうがないし。確かにそれ、そうですね。もう一回引き直しますか。ちょっと特別特別で、これ引いてるんで、もう一回行きましょうか。もう一回行っちゃいましょう。はい、お願いします。これだな。あ、悪かったっすね。あー、いいね。渋いかも。いいね、いいね。おー、来ました。これ渋いんじゃないですか。東北楽天ゴールデンイーグルス、はい、茂木英五郎選手。これいいね。これいい選手。確かに。まあ、で楽天の選手とかあんまりなかったな。なかったっすよね。で、もう一枚ですね。はい、阪神タイガース、はい、桑原健太郎選手ですね。あー、あー、ピッチャー。ピッチャーでしょ。そうです、はい、元横浜ベイスターズですね。そうです、そうです。で、オリックス行ってっていう。そうそうそう。はい。今回は茂木選手。茂木選手、いいっすね。お願いします。性格的に言えばさ、はい、すごく紳士。おー、あの軽い挨拶、勢いのある挨拶ができる。まあ挨拶挨拶って言うけどさ、はい、挨拶ってコミュニケーションの第一歩目だから。まあそうですね。だからそこがどういう風に相手にどう感じ取らすか、はい、これ大事な要素があるでしょ、はいはい、だから茂木、まあ会いました、あんちゃん、下田さん元気ですかとか言って、もうすぐこんな感じ。あ、そうですね。どうやって、あ、元気でやってますみたいな、もうなんかね、バーンとしてる性格を。すごすごしいですね。すごすごしい。いや、ほんとほんと。だからすごく性格は好感が持てる。おー、ただ、おー、ただ出た。ただすねー、来ました。たださ、はい、体が弱いのかどうか知らないけど、はい、やっぱちょっとプロ野球選手として怪我が多い。あー、まあ、怪我はやっぱりプロ野球選手、まあ、つきもんだけど、まあ、まあつきもんですけどね。これ1シーズンやったらすごい数字が残せる選手だと思うんだ、ね、はいはい、こう数字よりも記憶に残るようなプレーをしてくれる選手なのよ。おお、なんか思い切りもいいしさ、はいはい、あ、こんなとこで打ってくれたみたいな、はい、まあそういう可能性を秘めてる選手なんだけどさ、ちょっと体が弱いよね。うん、肘が痛いだとかさ、まあ確かに痛いんだけど、頑張り屋だから少々のことで出ると思うんだけど、やっぱちょっと体が弱いかなっていうの感じがするよね、うん、見た目に反して、はい、だからまあショートやらされてるじゃない、はい、ショートはひょっとしたら合わないのかもわかんないね。ポジションがってことですか。ポジションが、負担がかかってるのかも。なるほど。だからポジションを変えることによって、はい、怪我のリスクを回避し、はい、まあ、バッティングを生かしていくっていうやり方があるよね。あ、うん、ちなみになんかどこのポジションがいいと か, なんかないですか。やっぱこうショートは負担がかかる、はい、だから外野にはすぐ持ってきたくないし、うん、だからサードとか、サード、おお、サード、まあ、セカンドとか、はい、まあそういう感じじゃないかな。あ、だからもったいなくてしょうがないんだよ。だいたい人間の器ってあるじゃん、はい、もう完全なレギュラーの器だ、人間的にも、うん、だからそれが怪我でもうポジションを譲るということは、はい、もうもったいなくてしょうがないんだよね。そうですね。スーパースターになれる要素もありながら怪我で足を引っ張られてる、うん、はい、だからもう一回オーバーホールして、もうしっかりした筋力をつけてグラウンドに戻ってきてほしい、うん、立ってほしいよね。来年あれですよね、来シーズンも浅村選手ともしかしたら、まあ二遊間も組むかも、ね、かもしれないという、楽しみですよね、うん、でも楽天もね、はい、こう見渡せば面白いなっていう選手が結構いるんだよ、はい、うん、
故障で変わった選手だとか、はい、あなんか将来的に面白いなっていう選手がゴロゴロしてるから、うん、だから茂木もこのまま怪我勝ちだったらもう控えに回されてでも代打でいいでしょみたいな、うん、そうなりかねないから、ね、今頑張りどころだよ、ね、怪我が多いとやっぱりそうなっちゃいますもんね。だから危機感を持って、ね、頑張ってほしいと思います、はいね、はいはい、頑張ってください、はい、頑張ってください。